こんにちは、アキトです。てなことで、今日はスローダウン1ローのシルバーのやつ、1ヶ月ぐらい前にケース付きでワールドオブフライトで出たやつの通常バージョン、それのリリース日ということで今日も撮っていきたいと思います。いいね。まずは開いたらいいねお願いします。いいねは記憶感覚ですぐ開いたら押してください。毎回目標は500、コメントは100人、同時は200になりますけど、いいね。この数字はもう僕の責任じゃないから、僕じゃどうしようもないから、皆さんがやることなので何とかしてください。あと毎回15秒、ブランド様の名前を出してます。メンバーシップ1万円広告やってます。今は広丸 JP シューレイさんが借りていただいてます。毎日投稿冒頭の15秒毎回表示します。すぐ覚えます。僕の濃いコミュニティでギュッとしてすぐ覚えます。広丸 JP シューレイさんもう覚えてます。まだ場所空いてます。詳しくは概要欄書いてありますけど、インスタの DM までお願いします。4月の20、21で4月特訓フリーマーケットを。20、21は土日？土日ですね。4月20、21に浅草の雷門の、まあ、すぐ近くのイベントスペースでフリマやるんですよね。勝手に名前使われて、勝手アクショクの名前使って高尾さんが主体のフリマでしょ、それでも。その出品は高尾さんを主に、まあ、秋人くんメンバーシップの人たちも持ってきてくれて。そうですね、みんな持ってきて、なんかちょっと企画やろうかな。結構ブランド品とか、セカスト売るぐらいだったら、高尾さんね、そういうのいっぱいありそう。めちゃくちゃあるんですよ。だからとりあえず、高尾さんのインスタフォローして、4月20、21は開けといてくれて、はい、浅草でフリマやると。在庫処分も兼ねて。うわー、すごそう。あとまあ、お酒とか、飲食もできる店舗なので、結構ね、美味しいご飯屋さんなんで、お休みの日に浅草観光がてらフリーマーケット絶対お酒飲んで、ご飯食べて帰るみたいな。店舗も決まってるんでしたっけ？店舗も決まってます。じゃあ、乗っけときますので。で、高尾さんだけじゃなく、アキトくんメンバーシップの人たちが、まあ、ちょこちょこっと持ち寄ると。まだちょっと出来上がってはないんですけど、はい、一応作っていて、僕の知らないところで、そうです。勝手に。勝手にね。でも僕自分じゃ作んないからね。これめちゃくちゃレアですよ。T シャツ？ T シャツですね、今のところ。T シャツ。僕の T シャツが出るっていうことなんで、めちゃくちゃレアですからね。しかも非公式の。非公式。それもだから、ごく少量ってことですね。もし出なかったらセカストに。あ、それは面白いですね。セカストにあったらね。それ動画撮りましたよ。ワンチャン話題になる可能性も。あれは何だって。そういうバズり方もあるから。あるある。今後作んないから僕が。だって、作る側の僕からもリスクでしかないですから。じゃあなんで？なんでなん？バッチリご夫婦10個作成。僕の LINE スタンプができました。LINE 開いて、スタンプを選んで、あきとくんチャンネルで検索してください。そこから購入することができます。10個が勝手に作ってくれましたので、皆さんぜひ活用してください。あとバッチリご夫婦家の猫ガッタンスタンプもあります。ガッタンの日常で出てきます。バッチリご夫婦と会った時に買ったよって伝えてあげると喜びます。会える距離にいない方はインスタの DM で買ったよって教えてあげてください。それでは今日も行ってみよう。小林さん、明るい色着てる。今日ジョーダン1のあのシルバーのやつが、ケースじゃないやつがリリースして買おうとしてるんですか？買います。おお、動画的には多分普通にあるだろうから、ね、買わなくてもいいけど、個人的にしっかり欲しいんだ。スーツケースケース付きのやつ、僕と小林さんとで買いましたけど、で僕も普通のボックスバージョンも欲しいなと思ったけど、ちょっともう僕は買ってられなくなったんですけど金銭的に。スニーカーズも今全部あります。スニーカーズ、そうですね、あの在庫復活しましたね。全サイズリストックされました。あの買ってフリマで履こうかな。あっちのケースの方を取っといて普通のボックスの方を履くんだ。あ、意外とそこまで話題にならなかったのかですね。でもあの色ですからね。いや、まあ、でもハイはまあまあそれなりですけど、やっぱりジョーダンはハイの方が人気なんですかね。普通のバージョンがこんなに売れないとは。スニーカーブームじゃなくてもあの色は買わない人が多いと思いますけどでもあのそのブームの時にハイで普通バージョンが復刻したじゃないですか。めちゃくちゃ買えない感じでしたからね。でも今スニーダンで2万くらい売ってますからねえ、そんな下がってんの？定価以下なんじゃない？じゃあ、まあ、だから定価が多分1万8000だった頃だ。ああ、1万7000、1万9000とか。ちょうど定価ぐらいで売ってるんだ。あ、そうなの？ハイの方そんな買いやすくなってるんだ。ちょっと今2足目を買うか迷ってるところです。一
らないですよ。今日そのローが通常販売なんですよね、多分。どこも抽選の情報公表してないですけどね。アトモスのオンラインぐらいじゃないですか、抽選してなんで店舗通常販売でオンライン抽選事前やるんだろうな。事前予約みたいな感じですね。あ、そうだそうだ、それで落とされる人もそういえばいる可能性ありますね。意味わかんないですね。多分今日のアトモスオンラインで普通に売ってるんじゃない、それで事前抽選落とされて。でもいますよね、多分いるでしょうね。ちょっとよくわかんないシステムですよね。通常販売しちゃうんだ、あれ。あんなファミリーサイズ出るとも思わなかったですね。ファミリーサイズ出ちゃったらもう数多いですもんね。うん、まあ小林さんが買うっていうことでボックスが見れますね。ボックスがかっこいいですよね。そうですね、なんかあのスニーカーのあのシルバーだとボックスもシルバーなんじゃないかと思ったけど、多分違いますよね。黒っぽかったんですよね。ハイカットは灰色にシルバーだったと思うんですよね。うんうん、ね、ハイカットは確か普通のボックスのやつもシルバーですよね。小林さん大変です。小林さん、この歩道橋に来たことでエミちゃんがブチ切れてます。いつもあっち行って横断歩道渡っていくけど、今日わざわざこの歩道橋を渡ったことで、なんでこっち来たんだよ、おかしいだろ。向こうからね、横断歩道で行けんの。なんで階段登ってきたんだよ。エミ先生、エミ先生、小林ですよ。こっち来た小林ですよ。おい、なんでこっちを選んだんだ。階段きついだろ。ここがなんか檻に触れてバトルから、小林さんとエミちゃんが。階段を選んだんだよ。正当な理由があるならいいんだけどさ。なんであっちでよかったでさ。ねえ、あっちからね、横断歩道で普通にね、こっち来れるのに。なんでこっち選んだん？何小節？何小節にする？小節3ターン。長い。長いな。長いよ。小節長すぎなんだ。しかも3ターンだって。0ターン。あ、疲れた。疲れちゃったね。疲れた。ただでさえコービーでメンタル削られてんのに、また小林さんに削られたメンタル。待って、今からどこ行くの？あ、ブルーとか東京23。もうヤニってくるからステップされて。もうそもそも見に行かない。行かない。わかりました、じゃあ入ってきます。頑張って、買ってきてね。ということでブルー見てきましたけども、ありましたね、まあ普通に、ね、うんうん、東京23着きました。小林さん買ってきました。黒かと思ったけど、ここグレーやん。グレーです。え、スニーカーズの画像黒だったよ。取り方ですかね。いや黒でしょ、これ。あのシュプリームエアフォースワンのこのボックスみたいな感じやん。そうですね。あ、そうなんだ。それこそさっき話してたように、ハイはそのまんまグレーだったから、今回ローグレーじゃないんすねって言ってたけど、グレーやん。スニーカーズ見てローは黒なんだとか言ってたけど、グレーだった。じゃあ一応見せてもらっていいですか、なんか。あー、デジャブ。デジャブ。早かった。開ける前にわーって言ってた。何にも変わらないです。割と早めのデジャブ来ましたね。品番も一緒じゃないか。品番一緒？えみちゃん調べて。前の動画で調べて、品番。前の動画で調べて。HM036500に。一緒。え、違うよ、じゃん。HM だよ。違いますね、やっぱり。あ、違うんだ。番号。これ、ケース付きのやつのタグ。ケース付きの。今回ケースなしの。違うね。強いしだけど型番が違う、うん。スタイルコードが違う。スタイルコード違う。普通一緒ですよ。そうです。普
はでもだから ここなんか違うんでしょ。だからこれこのタグに書いてあるあのスタイルコード書いてあるから、うん、あのケースのと今回の通常版が違うってことですよね。同じだけど型番が違うから型番違うから見分けが中の内タグも型番が違うし黒タグも違うしどっちが別かっていうのは分かる。そうですね、見分けがつくんだ。中身入れ替えられないしね。だからスタイルコードが違うから一緒だと思ってた。そうですね、全く一緒だと思ったけど違うんですね。こんな感じだったんですよね。あれ以来開けてないから分かりますけど、こんな質感とデザインだったかなっていう。そうですね、これが上段ツールでかいジャンプ。これをここにつけたいです。ゾームハーツの隣にジャンプマン。ごめんなさい、これ入ってるから通らない、チェーンが通らない。これじゃないですけど、違うグッチのネックレスを出します。グッチなんだ。あ、でももうだいぶボロボロなの。大丈夫あ、予約してる、すぐ予約してる。バックドアあるか。バックドアありでしょ。バックドアあり、これもバックドアの話してるから、ね、いやでも最初に発売したやつと今回でそのコードが違うっていうのが分かっただけど、かっこいいっすね。でも全然それ以外はこの前と一緒ですからね。これサイズいくつなんですか。29、なんかちっちゃく見えますね。あとついてない。あー、パンチングの穴、わ、綺麗綺麗やな。これはマジ本当エラー品で、あんなやったら嫌だわ。あんな来たら最悪。なんかね、かっこいい模様とかあったらに見えるとかっていいんですけど、もうあれポンポンポンみたいな。ほぼエラー品。もうあれエラー品だな。大丈夫、アッパーに傷もついてない。今回切り傷ない、入ってない。そういうデザインなのかもしれないから、最近のちょっとそれのとこだよね。小林さん、これフリマに入ってくんだ。おお、じゃあこれ履いてたら小林さんだからっていうこと。1日目ハイカットで2日目ローカットなんですね。知らんけど。顔出してない人は分かんないよね、うん、あと背も高いね、小林さん185ぐらい。いや、ゆゆさんと同じぐらいですね。ゆゆさんと同じ。あ、ゆゆさん179だからで180って言ってるから。なるほどね。だから細くて長くてこれ履いてたら小林さんだから。で話しかけてみて声が聞こえなかったらもう決まりだから。これデコれたんだ結局。できた。ちょっとあんま近くで映さない穴が。クオリティが、うん、これこのパーツは100均で買った。こう丸いやつは100均、うん、これも100均、うん、これはガチャガチャ、これはユーザーワイヤー。たまごっちのやつって、あのシュプリームの渋谷店の隣の、うん、そう、あそこでいっぱいやったやつで、やったやつなの。つけてるんだ、うん。このビーズみたいのも、うん、これは100 100均で買ったんだ、うん、でもこれさあ、あのビーズだからさ、穴が開いてんだよね。あー、なるほどね、紐通すよね、うん、でもわかんないよ、うん、それがちょっとね、もっとキラキラにすればよかった。十分キラキラじゃない。違うんだな。違うんだ、やっぱ自分がイメージしてたやつとはちょっと違う。完成形が満足はいってないんだ、うん、石が良かったからビーズじゃなくて、ね、ギラギラの。それは売ってなかったんだ。でもこれでさらに改良してまた付け加えてっていうのはできるんですよ。できる。でもこれはこれでおしまい。あ、そうなんだ。次またハンギョドンとかやる。あ、このケースだけ変えて、うん、また新しいのを作るってこと。あ、これ売れるんじゃない。それこそ売らないよ、これ汚いの。それこそ、あ、そう、まあそうか、機種によってそもそもケースの大きさが違うから。そうそうそう、うん、でもオーダーするとね、5、6000円、1万円とかいっちゃったりするから。そうでしょ。でもエミちゃんブランドならやらないよ、汚いもん。2000円ぐらいで、買い物じゃないもんなって。はい、あ、つむさんお客さん第1号なんじゃない。なんか比べてるよ。13?14。あ、14は一緒さ、こぎてないでしょ、ここだけジャラジャラつけるためにじゃないんだ。違う。あ、ここにあるんだ。うん、本当はここでこうやって紐通してショウ用のやつなんだけど、ここにつけ、ここに携帯ぶら下げれるように。あ、こことここでこう、ではない。そうなんだ。肩から下げる、ここがつけれますよみたいな。
そんなんがあるんだ。まあ、とりあえず、まあまあ、第1号としては、まあまあまあ。まあまあまあ。足りないことも分かったし、改善点も分かったし、次に行かせますねっていう。次はアイコスやるから。アイコスデコれんの、うん、次はアイコス。吸いづらく、持ち運びづらくなるんじゃない。大丈夫。頑張ります。はーい、以上です。以上です。足りた大丈夫です。あざす。あざす。あー腹立つ。あー腹立つ。一緒にガチコン行ったのか。ガチコン行ったのか。あー腹立つ。あー腹立つ。マジよりやばい。リスペクトないやつ。全然ないし。